コーヒーと笑い届ける OOTV。 ただしこの仕事ハローワークには載っていない。オーバンです。 OOTV のトーク。海遊酒場行ったのだ。私ね、先日ね、怪獣酒場行ってきたんですよ。そこはね、怪獣来る日とかだとね、5時頃行ったらもう7時に並ぶ羽目になってるとか、7時に、ね、席をご案内できるというね、羽目になるぐらい人気なんです。別に回しもんじゃないよ。まあ、ネーミングで売ってんのかと思ったけど、意外に料理も美味しい。こんなね、面白いものとかね。これはまあ、お通し台に入ってるんですよ。怪しい人参。どうも、怪しい人参でーす。この赤色はジバニャンの色だな。ってやればまあ誰かしら反応してくれると思うので、まあ気にしないでください。細かすぎて分かんない。身内ネタはあまりタブーなんだけど、まあ、やっちゃうんだね。これが飲みトークだね。この通りこう。今月はなんかウルトラセブンフェアだったんだけど、そんなふうに、ああなんかチブルセ、キングジョー、こうね、なんとか全種類コンプリートしました。こう最後にキングジョー出すっつうのがいやらしいね。こうキングジョー欲しい人がこうキングジョーまだかなまだかなってか、やっと全部頼んだらやっとキングジョー出たっていうね、こういやらしさ。私あそこに出てくるね、酒が好きなんですよ。酒とね、バルタン星人の器のピラフとか、新発売のなんかタンドリーのカレーライスとかは、ね、辛くて、バウケするのが、ね、バードンの辛いチキンとかがね、バードンの炎で、ね、ボボボして炙って提供するんですよ。あの着火剤欲しいですね。欲しいよ欲しいよ。なんか売ってくれないのかなっていつも思っています。でね、ね、どっちか話す、まあ同じね、YouTube やられてる仲間が単独で、まあ、なんか別になんか来たらしい。そこにね、宇宙消しの実が売っててね、それを、タバコで吸ったら、なんか、幻覚症状が来たりとか、ありました。でね、アルコールの怪獣ドリンクっていうのが、結構、ね、油断するとね、酔っ払っちゃいますよ。まあ、度数高いものしか飲んでないからかな。これはね、こう女性にこう面白いドリンクあるよっつって、甘い甘い甘いってこうロングなんだっけアイランドティーみたいな飲ませて、
あのゴモラのジョンソンアイランドアイスティー、こうね、あんまりね、こう紅茶みたいな味だってこう酔わせて、まあスルーみたいなと、なんかこうし、うん、夜 の、 このカフェトークだからできるこういうネタですね。こういうの生放送でやると絶対規制かかるから、ね、こういうね、女性を軽視する発言するとなんちゃらアロマさんがね、許せないミンってよく言うからね。コジョンソンのロング&アイスティーとかね、うん、2回目行った時このゼットンのカクテルがなかったのがね、日替わりでね、日替わりなのかな、なかったのが残念だったな。ザ最強っていう、なんかスピリタスにブラックウォッカと、いやモンスカッシュだったのか、それを入れてる。というわけで、今ブログみたいな感じで怪獣酒場行ってきた話でした。それでは次回またお会いしましょう。よいしょ。OOTV Twitter なるものを始めました。番組の情報や他の方々などね、コメント交流の様子、そしてコーヒー紹介、そしてね、ツイッターでしか見られないスクールオブジャンプのネタを貼っております。ぜひツイッターアットマーク OUKANOUDNオーカの溶断とローマ字で検索し入力してください。それではよろしくお願いいたします。そしてこの動画を見終わった後、赤いボタンにクリック、登録ボタンを押してください。さもなきゃお前を一生つきまとうからな。それでは。